エミリア・ファン・ナッサウは、オランダ総督、オラニエ公ウィレム一世と二度目のヒアンナ・ファン作戦の末娘、ケルンで生まれた。母、アンナの不貞が明るみに出ると、姉、アンナや兄マウリッツらと共に、母から引き離され、父方の叔父ナッサウ・ディレンブルク伯ヨハンに、ディレンブルクで養育された。後、デルフトで父と暮らしたり、姉アンナとフリースラントに住んだ。父の死後、兄マウリッツが総督を務める宮廷でエミリアは女主人となった。そこで、フェリペ2世に敗れたポルトガル王位請求者、ドン・アントニオの諸子ドン・マヌエルと出会った。彼女は1597年にマヌエルと秘密裏に結婚し、カトリックに改宗した。マウリッツは妹の結婚に強固に反対し、妹を10年間宮廷から追放した。二人が和解したのは、マウリッツが死の床についてからであった。エミリアはマヌエルとの間に従子を設けた。二人はエミリアがプロテスタントに回帰したため、後に別居した。エミリアはジュネーブで死んだ。夫マヌエルとの間に2男8女の計10人の子女を設けた。ありがとうございます。